おはようございます。手取り20万ボーナスなしで1年で160万貯めた節約お姉さんういういです。私は一人暮らしをしている年収300万低収入工場勤務の25歳です。節約が好きで、節約のためならあの手この手と日々節約生活を送っていて、貯金は25歳で700万達成しました。私のような低収入でも貯金できる節約術や節約生活を発信しています。はい、ということで今日は少し前に上げた食生活の動画でもっと見たいとかシリーズ化してほしいと大好評だったので、また今回も平日5日間の食生活やっていきますよ。またウェイユは基本的に朝昼の1日2食です。で、節約貯金に興味ある人だけじゃなくて、ダイエットしたい人、この食生活真似すれば多分ね、痩せると思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、ではもう早速ね、これは月曜日の朝ごはんを日曜日の夜に準備しています。コンソメスープを作っています。だいたい前の日の夜に次の日の朝ごはんの準備をしています。そうすると朝バタバタしなくて楽なんでね。まあでも結局バタバタするんですけど。コンソメスープの具材はキャベツと人参と、で、後からキノコも入れます。ちょっといっぱいになっちゃったんで、とりあえずお湯入れて煮ます。で、火を通していい感じにかさが減ってきたら塩コショウをして冷凍しておいたキノコを入れます。で、野菜がいい感じに柔らかくなってきたらもう完成ですね。はい、おはようございます。月曜日の朝です。今週も1週間頑張っていきましょう。海藻ともずくのサラダをまず作ります。海藻を水に浸して戻しておきます。で、余分な水気を絞ります。で、お皿に戻します。で、ここにもずくを入れたら完成です。とりあえずお腹が空いて力が出ないので、メインを作る前にこちらの海藻のサラダと昨日作ったコンソメスープを食べます。いただきます。ご飯を食べるときはいつもベジファーストで食べることを意識してます。はい、食べたらメインを作っていきます。今日は鮭の塩焼きです。焼いている間にレンチンしたご飯に青のり、桜エビ、かつお節をかけます。はい、月曜日の朝ごはんメインの完成です。鮭の塩焼きとご飯にいろいろ乗せたやつです。鮭の塩焼きはもう安定にめちゃくちゃ美味しいよね。そしてこのご飯に青のりと桜えびと鰹節を乗せたやつ、これね、めちゃくちゃ美味しいので最近ハマってます。ふりかけみたいな感じです。あと、めんどくさがり屋で申し訳ないんですけど、お皿に盛り付けるのがめんどくさくてフライパンのまま食べちゃうのは私だけなんかな。一人暮らしズボラ女のリアルな食生活をお届けしております。はい、食べ終わったら会社に持っていくお弁当の準備をしていきます。家庭菜園でキュウリを植えているので、これを副菜としてお弁当に入れます。はい、こんな感じで会社で食べるぼっち弁当の完成です。家庭菜園のキュウリ、納豆、お米です。はい、火曜日です。まず作り置きのコンソメスープを食べました。そして今日のメインはサラダチキンです。このサラダチキンが本当に美味しいのでみんなに共有したいです。前日に袋に冷凍の鶏むね肉を入れて塩砂糖少々で一晩寝かしたものに火が通りやすいように少し切り込みを入れてレンチンします。とりあえず500ワットで1分40秒くらいかな。まずレンチンします。で、取り出してひっくり返してまたレンチンします。500ワットで1分20秒くらい。はい、火曜日のメインの朝ごはん完成です。サラダチキンと鮭フレークご飯です。で、いつも朝はマルチビタミンミネラルを飲んでます。これはアイハーブで買ってます。もうね、6年くらい飲んでる。はい、いただきます。このサラダチキンはね、めちゃくちゃ柔らかくて美味しいのでぜひ作ってみてください。塩と砂糖振りかけて揉み込んだだけなんだけど、鶏の旨味が感じられてシンプルなのにめちゃくちゃ美味しいやつです。後から味付けしなくても美味しいです。もう最近はね、自分で作って食べることしか楽しみがないです。うん。で、食後にトマトジュースを飲みました。そして今日もお弁当はトマトジュース、納豆、白ご飯のお弁当です。これが本当のズボラ弁当でございます。はい、水曜日です。折り返し地点頑張っていきましょう。コンソメスープをまず飲みました。はい、で、今日は鮭とししゃもを焼いていきます。まず鮭を焼きます。次にししゃもを焼きます。ししゃもが1本だけ冷凍庫の隅の方で凍えてたので急遽救出しました。
いい感じに焼けたら次は豆腐丼を作っていきます。豆腐を乗せて醤油、めんつゆ、海苔をかけたら完成するやつです。めっちゃ簡単です。で、これ豆腐がこぼれそうで、テーブルに持っていくとき豆腐をぶちまけないかめっちゃヒヤヒヤしましたね。最初移動を全く考えずに無心で豆腐を乗せまくってました。おいおいはいつも会社ギリギリに着くので、もし豆腐をぶちまけた場合確実に遅刻します。で、もし豆腐をぶちまけてしまって掃除して、で遅刻した時上司になんで遅刻したんですかって聞かれて、豆腐をぶちまけたからですとかは絶対恥ずかしくて言えないなとか考えながら豆腐丼作ってました。はい、そして無事にテーブルに運ぶことができました。さっきの塩焼きとししゃもと豆腐丼です。最近豆腐丼にめっちゃハマってて、調理していない豆腐とお米って合うんだと思ってめっちゃびっくりしてます。安くてボリュームも出るからいいですね。で、今日のお弁当です。で、この前 TikTok で納豆臭くないんですかって聞かれたんですけど、ウイウイは気にならないです。だけど周りの人は臭いと思ってるかもしれないです。はい、そして水曜日の夜に大好きなちゃんこ鍋の作り置きをしました。このちゃんこ鍋ずっと美味しいって言ってて、レシピもこの業務スーパーの動画で詳しく言ってるんだけど、それから作ってみましたとかめっちゃ美味しかったですって視聴者さんが言ってくれて、本当にういういは嬉しいです。一人暮らしだから自分で作って食べることしか楽しみがなくて、誰かに食べてもらうことがないからみんなと美味しさを共有できて嬉しいです。ありがとう。そしてちゃんこ鍋が完成したら明日のメインのお肉の準備をします。袋に鶏胸肉を入れて、お酒、醤油を入れて冷蔵庫に一晩寝かしておきます。はい、そして木曜日です。あと2日で休みだ、頑張っていきましょう。前日に作ったちゃんこ鍋ともずくとわかめのサラダを食べました。はい、では次に鶏胸肉のケチャップ炒めを作っていきます。前日に下準備しておいた鶏胸肉を食べやすい大きさに切っていきます。片栗粉を振りかけます。で、鶏胸肉の表面が白くなったらケチャップとウスターソースを入れて炒めていきます。最後に胡椒を振って少し絡めたら完成です。今日のメインの朝ごはんは鶏胸肉のケチャップ炒めと鮭フレークご飯です。このケチャップ炒めはめちゃくちゃ美味しかったです。子供が好きそうな味だね。お弁当に入れてもいいかも。ちなみに今回よく出てくる鮭フレークは業務スーパーのやつです。はい、相変わらずお弁当はいつもの素材弁当です。はい、今日は金曜日です。嬉しい、毎日金曜日だったらいいのに。あ、それじゃあ毎日平日になるか。海藻ともずくのサラダとちゃんこ鍋を食べました。はい、そして今日のお弁当は家庭菜園で採れたきゅうりと汁ご飯と納豆です。はい、で今日のメインは豆腐の親子丼を作っていきたいと思います。お肉の代わりに豆腐を使うからダイエットしたい人にもおすすめです。まず玉ねぎを切ってレンチンしていきます。で、レンチンした玉ねぎに砂糖、みりん、醤油、だしを入れます。で、飴色になるまで煮詰めます。いい感じに色がついてきたら豆腐を入れます。で、蓋をします。で、1、2分ぐらいしたら蓋を開けて豆腐をひっくり返していきます。豆腐に味を染み込ませるのがポイントです。そしたら卵を入れてフライパンの中でかき混ぜます。めっちゃ楽ちん。で、卵がいい感じになったら完成です。豆腐の親子丼です。はい、いただきます。玉ねぎと豆腐に出汁が染みてて本当に美味しいです。豆腐のおかげでお腹いっぱいになります。はい、ということで今日の動画は貯金700万の私の平日5日間の食生活でした。いかがだったでしょうか。皆さんの参考になったら嬉しいです。で、食生活の動画はまた好評だったらね、またねやろうかなって思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。